平成21年10月15日から11日間にわたって阿蘇市の市政報告会が行われました。10月29日、阿蘇市内牧の農村環境改善センターで開かれた市政報告会にはおよそ100人の市民が参加して開かれました。市政報告会では、まず佐藤市長が光ネットワーク整備事業やバイオマスエネルギー地域システム化実現事業、平成23年の九州新幹線全線開業に向けた受け皿事業、市の現在の財政状況などについてスライドを使いながら説明しました。また日吉教育長は11校ある小学校を4校に、4校ある中学校を3校に統合する学校規模適正化基本計画などについて説明しました。この市政報告会は、阿蘇市が現在どんな事業に取り組んでいるかや財政状況を市民に報告し、意見を聞き、市政に反映しようと毎年この時期に市内11の小学校単位で開催しているもので、今年で4回目です。参加した市民から、歴史博物館を作ったならば、カバル川の堤防の道路が傷んでいるので直してほしい、などの要望や意見が出され、市では意見や要望を市政に反映していくことにしています。お使いになっている方々がいらっしゃると思いますが、以上でございます。